だから昼間とかに。フレンチフライ、川がある社会はいい。いい。河原町。ここは木山町。ここは木山町。車来てます。はい。歩道入る。京都。京都ちょ初上陸？初上陸ではない。なんかやっぱいいよな京都。うん。めっちゃいい。本当に行きやすくない？関西行きやすくて、東京はさ、忙しくてさ、こういう風に座ってじっくり話すのは何もないよ。難しいもんと場所を持つことがね。どうやってされてるのか分かんない。お岩さえです。めっちゃいい。でね、一瞬さ、見てきていい？あるよ。作ってもらった。作ってもらった。最近のユースロックが新しくロゴを変更しましてこちらに行ってお届けします。ロゴが1年前ぐらいに。可愛い。明日の時間眉には。いただきます。はい。定食サワラのなんかとすごい豪華で、これで980円だよ。照り焼き、サワラの照り焼き。美味しそう。やっぱー、天ぷらと。今日のエアビー。になると思います。5時半から10時でイベントをします。グランエムズお部屋に6人で泊まります。めっこれは、ここら辺超オリジナルって書いてるのか。
決まり、バイバイ。ある日こっち向いて、ある日よ、おはよう。はい、ここはどこですか？ここは熱っ、やばいね。熱いね。ここはあの渓谷です。渓谷やで。ひあれやで、庭とか洗濯物干すときのやつ。かわいすぎ。このさ、キャンプ場の下水池やって、下水池やるじゃん。今日は何を作るんですか？今日はエリが作るのコブサラダ。コブサラダ。メイン料理は分かりません。お任せしてます。そう、いただきやす。うわ、やば。何個なんだろうね。9人もいたらこんな買うらしいわ、業務スーパーに。はい、何点でしょうか？39点。ああ、28点。ああ、全然。こんなより、えぐくない？めっちゃ上がっとったやろ。裏シェフね。裏の裏、裏の裏。ああ、熱。おはようございます。こちらは今まだエアビにいる。エアビにいます。今から朝ごはんを食べに下におります。昨日ここに上がるのマジ大変だったんだよね。昨日？怖かった。あ、そうです。間違いない。暗すぎて。そう、電気がね。つかない。うん、麺の味せんで、うめえ。帰ります。ありがとうございます。今から、バイバイします。じゃあバイバイみんな。
柔道認識の大阪第二ビルにあるところです。そうだよ、第二ビル。コンジュートンが有名です。スマジェラに来てます。今からスマビーチめがけて歩く。ゲットしたの。そう、さんに行ってきます。ハイキングしに行ってきます。とっても眠たい。めっちゃ久々の朝活で、強制終了された。朝活で今何時？9時20です。今日のみんなのアウトフィットはルルオシです。突然エリカがルルにハマって、そう、ルルガールになる。ルルガールになってます。ちょっと自分のズボンのルルです。そうです、これはね、アライムショーツ長さ8でなってるので、もしよかったらいっぱいテンポあるので、カットもできるんで、長かったらなので、ちょっと言ってください。待って、電車映ってへんわ。横乗り、これ爪も注意だって、ね、どうする？どうする？どうしよう。今から岩に向けて、山頂に向けて行きましょう。